に気をつけろ。どうも、よみちゆきです。今日は私がよく自炊するめっちゃ簡単で手早くできて材料が少なくて美味しい麻婆豆腐を作っていきたいと思います。普段作る時とか材料の量とか分量めちゃめちゃ適当にやってるんですけど、なんか適当にやってもまあ割かし美味しくなるし、あとまあ私が大好きな玉ねぎを入れて作るのでちょっと違う麻婆豆腐が作れたらいいななんとかって思って作っていきたいと思います。普段ねこんなところにカメラ置いてやらないし、なんかちょっと不思議な気持ちなんですけど、早速やっていきたいと思います。全部独学で、やり方これはこうしろよとかって言われるとちょっと困るんで、皆様聞き流す、まあなんか参考にせず見てください。やっていきます。なんなんこれうちのヒグマです。猫じゃないんですよ、ヒグマなんですよ。この青い首輪つけてるこっちの子は名前がウークって言います。私のバイク390デュークから取ってウークっていう名前にしました。でこっちのピンクの首輪の方の子がターレって言います。ターレです、こんにちは。ブルターレのターレです。ありがとう。それでは作っていきたいと思います。まず適当に材料を混ぜていきます。普通はねネギとか買って切ってだと思うんだけど、すごいめんどくさがり屋なのでカットされてるものを買ってきました。入れるものを用意して、ちょっと大きい方がいいか、こういう器を用意します。でまず最初にやりたいことはやばい、これね今日ねカメラで撮ってるんだけどね、高画質でさ顔アップだからめっちゃ恥ずかしいんだよね。そんなこと置いといて、醤油をなんて説明したいんだろうな、醤油を私コチュジャンをこのスプーン何でもいいんですけど、あ入んない。いやこれでもね普段作ってるんだよ。でもさいつもとさ違う状況というかさ、こんな風にカメラを置いてね、で服を着てね話すってことがないんですよ。普段服を着てないから私は。みんな想像しちゃった？変態。じゃあこのスプーンを使います。見てこのスプーン、こうファンの人からもらったの。まあ分かんないと思うけど、ゆきちゃんって書いてあるの。これをいただきました、元ファンの方に。今はどこ行ってしまったのやら、悲しいです。私一度会いに来てくれたりだとかリプをくれるとね、もうその人のこと忘れられないから、どんなに嫌われても、どんなに私のことを忘れようとも、私は君のことをずっと忘れないから。だからたまにでいいからリプとかちょうだいね。私のこと嫌いになっても、私はあなたのことをずっと好きでいるから。これを1杯2杯3杯くらいかな、3杯くらい入れて、次に砂糖、ちょっと分かりやすいように小さじでいきます。小さじだとすり切り1、2くらいでいいと思います。入れて混ぜます。やっぱ透明にして正解だね、見やすいね。ほら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 、うちのねヒグマがもうすごい暴れて仕方ないの。小グマってこれからアニメ化もされる、そして漫画化もされた小説のスーパーカブの主人公のことかな。混ざりきった、こんな感じ、辛そう。次にひき肉、もうこれがないと麻婆は始まらないよっていう話なんですけど、
ね、待って、普段こんなね感じでね料理しないからね、場所がない。でラップを出して、なったなななななな、ひき肉をラップに出しまして、包んで軽くこねます。軽くね、気持ちいい、こねた。で私は玉ねぎを消化しちゃいたいので玉ねぎを入れます。玉ねぎがねすごく大好きなんですよ。昔は苦手だったんだけどね、二十歳になってから玉ねぎの魅力に気づき始めました。この狭いキッチンでいろいろ頑張っていきますけれども、玉ねぎをみじん切りにしてください。みじん切りの仕方なんてみんなわかるでしょ。待って、なんかね私もねそのみじん切りにしてるところをね映した方がいいと思うんだけどさ、大丈夫かな、見えるの、こんな感じ、いけてる。なんかもう生活感がもう恥ずかしいんですけれども、よいしょ。では切っていきます。なんか最近さ料理でさ、今思い出したんだけどさ、 YouTube でなんかこうおっぱい料理動画流行ってるじゃん、あれすごいよね。ちょっと私もやってみようかな、なんちゃって。でもすごく考えられてるよね、そのおっぱいが見えるように。でもあの人たち、彼女たち自身はさ、やっぱおっぱいを売りにしてるけど、おっぱいの話については触れたくないわけでしょ。あくまでおっぱいが売りなんだけど、でもそれをこう隠し触れない、おっぱいの話題については触れない、おっぱいをガンガンに出してるんだけど、でもおっぱいについては触れないっていう、そのね、その男心、なんでだろうね、自らガンガンとこうおっぱいを強調してほしいわけではないという、そのなんか童貞心みたいなのをくすぐるのが上手なのかね。やっぱりあくまでその私は料理をやってる上で、そのおっぱいが映ってしまいましたよっていう、その体を守りたいわけだから、ちゃんとやっぱり料理動画としても成り立たせないといけないわけだ。大変なことですよね。広いキッチンが必要ですよ。まず衣装にも迷っちゃいますよね。で玉ねぎをみじん切りにしていく。私しか食べないから別にうまけりゃいいんですよ。みじん切りが綺麗にね全部同じ大きさでできてるだとか、そんなもんは知らねえっていう話ですよ。大事なのは味が美味しいこと、形なんて気にしません。私は味付けです、味付け。これがね人に振る舞うとかだったらね、もっとどうにかしろとか思っちゃうかもしれないけどさ、一人だから言わせんな、言わせんな、そんなこと悲しい、言わせんな、なんか悲しくて涙が出てきた、悲しくて涙が出てくる。みんながみんながそんな悲しいことを言わせるから涙が止まらない。私はねいつも料理するときは、あ、てかもうそもそもさ、みんなからしたらさ、お前料理すんなかよみたいな感じかな。え、なんか昔っていうか上京したての時とか、なんかウーバーイーツとか松屋とかで乗り切ってたんでね、マックとか。もう最近は血管年齢測定みたいなのやって、でそしたら私今20歳なんですけど、40代から50代って出てきて、それがねもうすごいショック受けて、玉ねぎを食べないとその血液をサラサラにしないとって思ったのと同時に、やっぱり自炊してこう栄養価のあるものを食べようって思い始めたのがきっかけですね。まあ、あと純粋に楽しい、なんかねハマっちゃった。なんか私のね自分の好きな味付けにできるのがいい。やっぱり私玉ねぎ大好きだから玉ねぎたくさん入れたいし、ネギも大好きだからネギもたくさん入れたい。多分ね、なんかその見る人から見れば私の味付けはすげえなんか濃すぎるんだろうし、その野菜の量とかもなんか玉ねぎ多すぎだろうとかってなるのかもしれないけど、もう私は玉ねぎが好きだからそれでいいの。麻婆豆腐も全然辛くねえよとかって言われるのかもしれないけど、でも私は辛いのが苦手だからそれでいいの。料理なんて適当でいいんですよ。こだわって作ってたらめんどくさくなっちゃうよ。ごま油、私の大好きなごま油を使って炒めます。トクトクトク適当に入れちゃいます。分量なんて知りません。これはね時短で適当で簡単ですぐに作れる、それを目指してます。では玉ねぎをドワードワーッと入れます。大事なのは勢い、間違ってたっていいんです。食えりゃいいんですよ。そう思いませんか皆さん、食えりゃいい、そう思いませんか。
もう私これだけでいけそう。もう玉ねぎとごま油、もうこれだけでもう美味しそうだもん。そう、今日髪の毛をねポニーテールにしてるんですけど見えないですよね。うるさいよね換気扇の音。大丈夫？初めてのこういう動画なんでちょっと至らぬ点がございますが、でだいぶ炒まってきたのでひき肉をぶち込んでやるぜ。ドーン。いきなりぶち込んですみません、許してください。何でもしますから。何でもするとは言ってない。美味しそうな匂いがしてきました。長ネギを入れていきます。私の大好きな長ネギ、ニンニク、わりゃーっと入れます。私ニンニク大好き。え、なんかさ、ニンニクって口臭くなるとか言うじゃん。え、めっちゃ嬉しくないそれって。だってニンニク食った後もさ、口の中がニンニク風味ってさ、なんかお得じゃないって思うの。ニンニク好きの私からしたら、なんか服が焼肉臭くなるとか言うじゃん。え、焼肉臭くなって良くないって思うわけ。私焼肉臭くなってほしいもん。なんかずっと私の体臭が焼肉だったらいいのになって思う。さっき混ぜたこれを打ち込んでやるぜ。でちょっとコチュジャンが少なかったかなって思うのでもう少し入れていきます。雑でいいんです、適当でいいんです、私しか食べないのだから。もう今の段階じゃね、麻婆なんで絹豆腐なんとなくでいいんです。さっさっさっさトン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 、適当。これで切るものはもう終わり。よいしょ、落としちゃった。洗います。青ネギを上にぶち込んでやるぜ。いきなりぶち込んですみません、許してください。何でもしますから。結構何でもするとは言ってない。ということで完成。なんか成功な気がします。じゃあ食べていきます。いただきます。冷めないうちに食べようと思います。うん、なかなかうまいな。なんかやっぱり玉ねぎの量すっげー多くしたし、ひき肉の量もめっちゃ多いからちょっと味薄いかも。もしみんなが見て作りたいと思ったら、まあ、そんな人いるかどうかわかんないけど、もし作りたいと思ったら、あのコチュジャンと醤油と砂糖の量をもう少し多い方がいいと思う。なんかそれこそさ、2年前とかすんごい生活習慣が悪くて、まあ、それ病気にもなるわなって感じたんですけど、起きる時間が夜の8時に起きて寝る時間が朝の8時みたいな、12時間寝るみたいなことをしてて、それで食べ物は松屋とかマックだったから、なんか死んでもおかしくない若さで乗り切ってた19の頃。最近はね、午前中にはちゃんと起きるようにしてる。してるというか、まあ、仕事があるから起こさるっていう感じだけど。でね、料理もね、楽しいからこうやって続けられてるけど、またこうやって YouTube のね、動画をね、こういう風に載せてね、動画のコメント欄でね、肉炒める瞬間違うんですけど、味付けもっとこうした方がいいんですけど、炒め方が下手、切り方がどうのこうの、みじん切りはもっとこうした方がいいと思いますみたいなことをコメントで書かれると、またね、やる気をなくすんですよね。好きにさせよう、お前がやるときに自分でそうやってやれってなるから、やっぱりモチベーションって大事ですよね。なんかよくさ、 YouTube とかでこう飯食いながらさ語るみたいな動画結構あるじゃん。どうやってやってんの？私もね、それに近いのを今やろうとしてたんだけどさ、どうやってやってんの？食べながら喋るって難しくない？食べながら喋る、だって口に物入ってる状況で喋れないから。でも
食べたいし、どうやってやってんの？もうなくなっちゃった。白米がありゃもっとよかったね。ごちそうさまでした。完食。それではぜひ玉ねぎたっぷり麻婆豆腐は美味しいので、皆さんも気になったら作ってみてください。それではお前ら早く寝ろよ。嫁ちゆきでした。バイバーイ。